回は京都の嵐山に来ました。短時間でも満喫できるスポットを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは阪急嵐山駅からスタートしました。ここから渡月橋に向かって歩いていきます。渡月橋は嵯峨野と嵐山を隔てて流れる桂川に架かる橋です。嵐山が春には桜が満開になり、秋には紅葉を楽しむことができます。12月には夕方から夜にかけて橋がライトアップされ、デートスポットとしても人気です。それではメインとなる嵐山商店街を散策していきます。商店街にはお土産屋さんやカフェなどが立ち並んでいます。人力車も通っていて風情のある街並みです。まずはじめに嵐山商店街にある追松に来ました。多くの和菓子好きの人から愛されている京都の老舗の和菓子屋さんです。こちらのお店では本わらび粉から作る本わらび餅が有名です。他にも生菓子やぜんざいもありました。まずは名物の本わらび餅です。蓋を開けるときな粉が入っています。きな粉の下の段には出来たてのわらび餅が氷水に浸かっています。わらび餅を持ち上げてみるとトロトロです。食べてみると口の中で溶けるような食感で、味は独特の味で、今まで食べたわらび餅とは違い、何もつけずに食べても美味しいです。きな粉と黒蜜がついているので、それぞれの味も楽しめます。もう一つお茶と生菓子のセットも頼みました。季節によって選べる和菓子が変わり、花びら餅にしてみました。花びら餅は正月時期のみ限定の生菓子です。お雑煮に見立てた白味噌あんをごぼうとともに牛皮で包んであるお菓子です。お抹茶との相性も良く、とても美味しかったです。店内でも食べれますが、買って帰ることもできます。一つ一つ手間のかかった和菓子がたくさんあったので、お土産にもおすすめです。和菓子を堪能して商店街を歩いていくと、竹林の小道の看板が見えてきます。竹林の小道は渡月橋と並んで嵐山のシンボル的な観光地です。400メートルにわたって空を覆うほど高く伸びた竹の林が続いています。写真スポットとしても人気です。竹林を歩いていくと野々宮神社があります。ここは縁結びや子だから学問に御利益があると言われています。とても綺麗に手入れされた竹林です。コースが短いですが、歩いているだけで心地よくなります。とても気持ちいい場所なので、ぜひ行ってみてほしいです。来た道を少し戻ると天龍寺があります。ここは京都嵐山を代表する禅寺です。八塔の天井に大きな龍が描かれた雲龍図が有名です。残念なことにこの日は平日で雲龍図は見れませんでした。なので庭園に行ってみました。自然回遊式の草原地庭園です。日本で初めて史跡特別名勝に指定された名庭園です。1年を通して四季の風景が楽しめます。世界遺産にも登録されていて、
ても美しい庭園でした。商店街にはたくさんのお土産屋さんがあり、見ているだけでも楽しいです。せっかく京都に来たので八つ橋を購入。たくさんの味の八つ橋があるので迷ってしまいます。お土産屋さんって本当にワクワクして好きです。最後にずっと行ってみたかったアラビカ京都嵐山に来ました。京都東山にも店舗があります。こちらではエスプレッソとミルクが繊細に混ざった最高に美味しいラテなどが楽しめます。テイクアウトのみですが、渡月橋から近いので景色を見ながらゆっくり飲めるのがいいです。いつも行列のお店みたいですが、コーヒー豆やグッズの販売もあり、見ているだけでも楽しいです。注文したカフェラテです。ラテアートの世界チャンピオンになられた方のお店みたいで、ハートのアートがとても可愛いです。初めていただいてみましたが、ミルク感の強い甘めのラテが好きな方におすすめです。桂川に浮かぶ水鳥を眺めながら最高のひとときでした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年も旅動画や便利グッズなど生活に役立つ情報をたくさんアップしていきますので、楽しみにしていてください。高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。